e miti nori yaku sanji uri. Koho saka e miti nori sanji. Kyoto e kawatagare ni tsuki. Tadaima ni te shinden ni makari naru soro. 60万円だと買ってくるんですよ。っていうことは米というのは60分の1置いといたら来年の種もみに置いとくだけであと全部食べれるでしょ。だね。でこれはどうですか。これ「せ」という字ね、上に鍋蓋取れてますけどこれですね「せ」でこれ分かりますか。これは「よし」。これは5年ぐ、はい、これは、そう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 、もう大体分かってきましたね。一つだけで近松に候と。違いますよ、銀のでしょ。銀のでしょ。ここ C という字、この字、これを近松ると呼んでください。で納めます。でそういうものを産物を小物なりと言うんですね。で次に小物なりが出てきてますね。手編なんですよ。これ手編みたいなんで手編でね、抱え牛って呼ぶことなんです。で。これは4ね。でこれは馬。ご存なくそう。腰とかもみんなこう馬で牛でするんですね。でこの牛というのはたった4匹です。じゃあこの32軒あるのに4匹しか牛いてません。これ本百姓と水の百姓、意味わかります。これ本百姓は高持ち百姓、土地持ってる人。水の百姓は無駄か。一つ、はい、わかる方言ってくださいよ。はい、お願いします。すがすきのりぎってこの日ね。大阪つくねはおふろらばまで三里馬ね。で、並びにという字、この字ね。小舟にて百姓自分にすだし砂祭り草。砂地にては夏干ばつの時は井戸より水を汲みて、入れるなり、一筋の畝より一面の畝へ、通るようこしらえ置き、一人は水を汲み、一人は一人は畝に沿いて桑を持ちですね。だけごとに井戸ありって書いてますでしょ。この通りね、覚えて貼って、このね、そばに先端ですか、木が植えてあったと。そしたら、そうそう、夏はね、葉が茂って日陰になるし、で先端ってね、な、春にね、青いなんか大きな川とかね、池は大体ご不審所とがありますね。ただし村中の道小橋4か所、村中のちっちゃい石なんかのね、溝なんかの橋のちっちゃい橋は4か所ありますって言ってるわけですね。で長さ一間、これは何でした？これよりでしたね。こう覚えておいてくださいね。道のり12里、なんとえ道のり6里、ママがさく。で今日読んだところをこれを配りしておきますので、これちょっと皆さんずっと後ろへ。